宝塚音楽学校で第111期生の合格者が発表され、今年も新型コロナ感染防止のためホームページでの掲示となりました。宝塚音楽学校は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、合格者の受験番号の学内掲示を4年連続で見送り、午前10時にホームページで受験生だけが閲覧できる形で発表しました。学校近くの施設では受験対策のスクールに通う生徒たちが集まり、仲間と喜びを分かち合っていました。何回目の受験ですか？2回目です。母と一緒に見ていて、合格があった時は本当に叫びました。この1年にかけてきたので、この111期生で合格できて本当に良かったです。会った時はもうちょっと信じられなくて声が出なかったです。入学試験は歌唱やダンス、面接など1時から3時まであり、今年は612人が受験。兵庫県出身の8人を含む40人が 15.3 倍の競争倍率を突破しました。今回が3回目になります。受かった瞬間に3人で抱き合って涙を流して喜びました。ダンスもバレエも歌もそしてお芝居もとても楽しみなので、全部頑張りたいと思います。入学式は来月15日の予定で、合格者たちは2年間の厳しい稽古に励みます。